ディーゼル微粒子補修フィルター、ディーゼル微粒子補修フィルター、ディーゼル微粒子補修フィルターは、ディーゼルエンジンの排気ガス中の粒子状物質を腰取り軽減させるフィルターである。トラックバストラクターなどのマフラーなどに装着する。ディーゼルエンジンの排出ガスを浄化する技術の代表的なものに、ディーゼル酸化触媒、洗濯触媒還元や、やディーゼル微粒子補修フィルター、があり、 このうち DPF は、排気中の粒子状物質を補修するための処理装置、フィルターである。日本では2003年、平成15年に、8都県市、首都県1都3県と横浜市、川崎市、千葉市、埼玉市で実施された排ガス規制条例が実施された際に、基準を満たさない自動車に半ば強制的に装着が義務付けられたことから、注目を浴びた。その後、 自動車排出ガス規制が厳しくなって浄化装置の装着が義務化された。最近では鉄道車両の機動車の一部にも装着されている。基本的には粒子状物質をフィルターで補足するだけである。ただし、そのまま使い続けるとフィルターが目詰まりを起こして機能が低下するためヒーターなどで燃焼再生させるセルフクリーング機能が付加されている場合もある。 このような機構と呼ぶ。また、触媒を組み合わせることにより、酸化されやすい一酸化炭素や炭化水素、粒子状物質を除去するものもある。この触媒方式では、フィルタの前段に強力な酸化触媒を置くことで、排出ガス中の窒素酸化物をより二酸化窒素の多い状態にし、二酸化窒素の強力な酸化性能で、粒子状物質を燃焼させるというジョンソン末生者。マッセイ イギリスが開発した CRT 連続正式フィルターカンティン3ラジェンナーティングトラップが初めて実用化の目処を示した。フィルターの素材は熱に強いセラミックが用いられてきたがコストの軽減を図るためにステンレスを用いるものもある。なおエンジンオイルには大麻毛剤、酸化防止剤として亜鉛化合物や清浄剤、酸中和剤として カルシウム化合物などの海分、アッシュリン、イオンを含む金属系添加剤が多く配合されていたが、これらの成分は燃えずに排気と共に排出され、浄化装置に悪影響、早期の目詰まりや浄化性能の低下などを与える。そのため DPF 付き車両には粒子状物質浄化システムに対応すべく、従来のディーゼル用エンジンオイルよりもアッシュ成分を大幅に低減、リン、 医療分を抑えた規格オイルが使用される。DPF に対応したオイル規格としては日本では、JASO 規格の軽量車用として D-1、重量車用として DH-2 が、アメリカでは API 規格の CJ-4 以降、欧州の汗や規格では、乗用車、軽負荷商用車用の C カテゴリー全般と、高負荷商用車用の E カテゴリーの E6、E9 などがそれにあたる。 エンジンによって要求規格は異なり、規格よっても、海分、輪、異様の規制値が異なるため、同じ DP 解体を終える規格であっても、基本的に流用はできない。ただし、複数のただしに対応するものは存在する。例として、モービル1の ESP は、DL-1 と C2C3 に、同じくモービルのデルバックの ESP は、 dh-2、e、と ck-4 と e7e9 にそれぞれ対応する。ただしこの例のように複数の規格に対応していても、求められる性能の違いによる使用される粘土の違いもあり、基本的には軽量車用規格同士か重量車用規格同士の組み合わせが基本となっている。2010年代以降、日本で製造。 販売される大型トラックバスについては、この DPF と尿素 SCR システムとの併用による排気ガス浄化装置が標準装備となっている。DPF は再生方式により以下の種類に分類できる。CRT に代表される方式でフィルターに補修しながら再生を行う理想的な方式。CRT などは電気など外部からのエネルギーの補填を 必要としないので自己再生方式とも呼ぶ。ウォールフロー型のため、PM の低減率は、おおむね9割を超え比較的高く、酸化触媒の作用により、CO、HC にも低減効果がある。再生するためは、酸化触媒内の温度に酸化窒素を生成するのに、必要な250摂ッ300度程度に上昇を維持、させる必要があり、 この温度維持のために排気ガスの熱エネルギーやポスト、噴射、燃焼工程後の花粉射もしくは、排気管内噴射により、燃料を触媒内で燃焼させることによって得た熱を利用する。再生に使う燃料噴射は、多少の燃費の悪化を伴う。特に、ポスト噴射を行う場合は、燃料の一部がシリンダー壁に付着して、エンジンオイルを希釈するという問題がある。 排気管に燃料添加弁を設け、この希釈問題を回避する技術もある。なお、再生可能な温度に達しないまま走行を続けると、フィルターが詰まり、さらにこの状態で高速走行あるいは、高負荷運転を行うとたまった粒子状物質が急激に燃焼。その燃焼熱で、フィルターの耐熱温度、約摂氏600度程度を超えてしまい、フィルターが溶損する。したがって、 稼働のためには、酸化触媒とフィルターの温度制御が重要である。連続してエンジンに負荷をかければ使用中に再生が行われるが、アイドリングや短時間の運転を繰り返すと排気温が上がらないため、再生が進まない。フィルターが詰まってくると警告灯が点灯するようになっている。一部には、ススの体積量を表示できるものもある。 車両の運行等の使用中に再生できない場合は、手動で再生する。エンジン回転を上げて、排気温度を上昇させる方法で行う。再生には、数分、数十分の時間を要する上、通常は走行等ができないため、燃料と時間のロスを伴う。また、酸化触媒が、経由内の養分から触媒内で生成される、サルフェート、硫酸塩の非毒に対して弱いため、 S50 などの低用経由の使用が推奨されている。なお、既存エンジンにも装着可能な後付けタイプとエンジン製造時に装着されエンジンシステムに統合された一体型の2種があるが、後付けタイプでは温度維持を排気ガスの熱のみに頼っており、市街走行など排気温度が上がりにくい条件下では再生が効かないなど稼働条件が限定されるため、 コモンデール式噴射システムを併用することで触媒とフィルターの温度制御を細かく行え稼働上の制限が少ない一体型が主流となっている。排気圧力をセンサー感知してフィルターが目詰まりを起こす前に自動で新しいフィルターに切り替えもう一方で補修している間に電気ヒーターによって高温で PM を燃焼させる方式である。 エンジンの運転状態に左右されることなく、再生を行える利点はあるもののフィルターを自動で切り替える装置が複雑かつ大型になることと、再生用ヒーターを稼働させるために、大容量オルタネータ大容量バッテリーが必要なことから、搭載スペースに余裕のある大型車にしか装着できない欠点がある。なお、参加触媒を装備しないため、COHC NOX の低減効果はないが、軽油内の養分の影響を受けないため、異用分の o s 1 0 0以上の軽油も使用できる。また、これに似た方式として、目詰まり警報を行うものの、フィルターの交換装置を持たず、警報時に運転者が外部電源式のヒーターを起動させて、再生を行う手動式もある。こちらのものは、自動型より、 装置自体が簡単かつ小型で追加の電気装置も不要なため後付けしやすい利点があるが、反面走行中は一切再生ができず、PM が蓄積される一方になるため、一回の再生で走行できる距離が短く、100km 前後、長距離走行ができない欠点がある。燃料中にセリや酸化セリウム、CEO2 などの触媒を添加し、 粒子状物質と触媒等より接近させることで粒子状物質の酸化を促進することにより再生するやり方。装置自体は比較的単純でコストも安価だが触媒を定期的に給油する必要がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。